どうもジャジー K です。今回もモンハンライズ武器紹介やっていきたいと思います。今回ですね、このバージョン 2.0 で追加された忍者ソード、これね、会心率が 100% ということで、かなり話題となった武器です。でそして、片手剣であんまりこう使ったことなかったんですけど、これを機に使ってみようかなということで、装備がこんな感じです。もちろんハイ忍者ソードがついてまして、会心率 100% で、装備の方がボロス S ヘルム、ボロス S メール、レックス S アーム、ジャナフ S コイル、金色の袴、そして五石がこれ、ドンキ使いと防御が1ずつついたものとなっています。で全体のスキルなんですけども、こんな感じ、もう攻撃モリモリのマックス7で、防御も被弾しにくいようにマックス7つけます。で、今回ね、切ったら 100% 回心が入るということで、超回心もマックス捨てているといったような感じ。ただこの武器ですね、切れ味が非常に悪いんで、緑ゲージ、ずっと緑ゲージなんで、ドンキスガイをレベル3まで上げてます。で他は回復速度が3で、結構解かないといけないんで、高速はつけていると。で一応タクメも1ついてるんで、青もちょっと入ってるといった形ですかね。そして心眼も1入ってますというような感じになっていますと。で装飾品が装置回復と、攻撃防御もりもりの形ですね。で超回心は装飾品で1個捨てているといったような感じです。はい、でということで早速モンスターを狩りに行きましょう。きっとあったのものじゃども、どうかのものがいできたり、裁きをなすべく秀吉なり、他の竜いかれる断罪者、判決地獄行き、さあやっていこうということで、今回は交流ですね。でもらえるものは全部とりあえずもらっていくスタイル。テオテスカトル、ちょっと難易度は高いですがやっていきましょうよ。よし、一歩前進。片手剣はね、初心者武器と言われつつも結構奥が深くてですね、ジャストラッシュを何回入れていけるかといったところ、もちろん僕得意武器ではないんで、かなり立ち回りはそんなに期待しないでほしいといったような感じですね。さてと、見つけたぜ先生で。そしてこれを出すことでキャンセルをすると、そこで避難していく。やばい、このね、炎がね、なかなかうざいんですよ。一応ね、毎回会心は出るんで、お前をお供に選んでよかったよ。かなりいいですね。よいしょ、結構食らいますよね。最高のお供だよ、お前は。危ない危ない。よっしゃ、
おいおいおい、お前をお供に選んでよかったよ。尻尾も切っていきたいね。お、危ない、これが危ないんですよね。ここが結構弱点と。切れない、切れない、切れないよ。怖い。こう切っていきたい。逃がすもんかよ。お、交戦中。行くぜ。送流できる。ちょっと待ってくれ。オッケー、乗った。で、送流はちょっと確率にね、よいしょよいしょしょい、もう一丁。あ、まあまあ、ちょっと難しいね。もう一丁。ギリギリまでダメージを与えていく。もう一回ぐらいいける？よっしゃ。あんま同じ炎だから、そんなに。よいしょ。尻尾を引きたい。怒ってる。さあ、最悪。これまずい、これまずいよ。危な。死ぬとこやん。よいしょ。よいしょ。面白い。おい、マジかよ。まあ、普段使えないけど、そういう点は一発ダメージはね、でかいんでね。やばいやばい、これ待ってて。危な。じゃあ、よいしょ。ないなこれ。ダメージがね、やっぱこいつすごいんですよね、これ。よいしょ。ここでやっちゃいダウンもできやからね。尻尾を切っていきたいところ。いった。よいしょ。逃げてきましたね。まだまだこれからだ。基本被弾せずにしっかりとダメージを与えながら戦っていくということにいきましょう。体力も回復して、さあ放っていこう。やった。どこやねん。よっしゃ、キャンセル。
やりづらいな。痛い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 。さすが俺が選んだ男だぜ。お前をお供に選んでよかったよ。危ない危ない。しゃい。よいしょ。危ねえよ。いい調子だ。よっしゃ。危ない。これ危ないよ、これ。危なかった。よいしょ。よいしょ、いい。ほら。スタンも取ってきたよね。ここで行った。危ない。まあまあ運がよく当たってないけどね。そんなにここで曲がり曲がった。ちょっと待って、ちょっと待って、ここにいます。おお、危ない。来たか。お、総流。追いかけるぞ。総流、行くぜ。こっちか。待て待て待て。いた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 。よっしゃー、もう一勝。もう一回ぐらい行きたいね。もう一回行ける。よっしゃー、よいしょ。またかよ。ここでさらに乗っていくスタイル。言うことを聞きな。よいしょ。どこ行くねん。しくったー。どんなもんだ。待って、逃げたい。ここは嫌や。やってもた。最高のお供だよ、お前は。集中。来た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 。モンスターを引き寄せろ。ほら。尻尾には届かない。
機械ですからね。やばいやばい、ダメージがちょっとでかすぎな。よいしょ、これはまずい。よし、よし、血が足りるぜ、蹴散らしてやるぜ。すべてをぶつける、ジャストラッシュ。おっしゃい、もう一回、覚悟しやがれ。蹴散らしてやるぜ。おっしゃい、取ってる、取ってるやん。危ない。やばいやばい、これまずいって、これはまずい。危ない危ない、危なかった。まだまだ逃げてった。でも装填よりも安定してちょっとこう落ち着いて逃げ回れるというか、装填は結構ね慌てちゃうんでね、割と避難しやすいんですけど、この手剣の方がまあゆっくりとこう相手を見ながら戦えるっていうのは一つあるかもしれないですよね。さあ見つかったぜ。おー、やられた。そして飛ぶのを忘れた。この調子で依頼達成だ。やってもたー。こういうこともねありますよ。これからだぜ、砥石の出番だぜ。まあ言うて結構ダメージ加えたんで、次ではまあいけると思うんですけどね。マジここで一応してしまうとは。さあ戻ってきましたよ。お、逃げるね。よっしゃ、追いついた。ああ、ここでかよ。いい調子だ。よいしょ。めっちゃバカすな。危なー、ガードしといてよかった。はい、
やばい。こんなに範囲広い。なーっていうか食らってるし、あれがスーパーの場合ね、もういけるでしょうよ。よいしょ、なんかいつもよりめっちゃ食らってんなこれ。お供に選んでよかったよ。完全にいいわけでオッケー。まあちょっと一回ね、しちゃいましたけど、まあいいでしょう。まあちょっと集中しすぎましたけど、まあ、常にね回心が入るっていう感じで、結構片手剣とはいえ一回一回が高ダメージで与えれるっていうのがまあいいかなと思います。はい、ということで、忍者ソードねちょっと使ってみました。まあ、これを機にね片手剣もちょいちょいちょっとやりたいなと思います。まあ、片手剣ね初心者っていう人も、まあ、この武器に関してはちょっと面白いんで、初心者にもおすすめかなと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。 Twitter もやってますのでフォローお願いいたします。ありがとうございました。